興への羅針盤です。今日で東日本大震災の発生から8年半となりました。あの日津波で家を失い沿岸から内陸に住まいを移した被災者もそれぞれ新たな土地で歩みを進めています。立場は避難者から内陸に住む一人の住民へ、悲しみを乗り越え前向きに生きる宮古から盛岡に移住した女性を取材しました。今月4日、盛岡復興支援センターに6人の女性が集いました。楽しくおしゃべりしながら裁縫を楽しんでいます。この手芸クラブは東日本大震災で被災しふるさとを離れて内陸に移住した人たちの集いの場にしようと震災翌年から週に5回開かれています。やっぱりね、ふるさとの話ですよね。お人柄が皆さんいい方がね多くてね、お友達もできたり。中澤麻子さん76歳、宮古市で被災し盛岡市に移転しました。新たな仲間と集う時間は中澤さんを悲しみや苦しみから解放してくれました。震災のことはこうだんだん思い出さないようにしてるから前向きですから、まあ、その時の話題にこう溶け込んで。中澤さんは今盛岡市で夫の忠和さんと2人で暮らしています。ウニご飯にはほらひじきを入れてね、ちゃんと宮古の味がする。中澤さん夫婦は宮古市で理容店を営んでいましたが、店舗を兼ねた住宅は津波で全壊。代々続いた店を閉め2人は美容師を引退しました。私たちの家はこの塀側なんですけど、ここの後ろはこの辺あたりなんです。でこう行って大市場なんですよ。本当に一日一生が変わったようですね、一瞬に全てを失い、水の力は防げません。中澤さん夫婦は避難所で1ヶ月生活した後、盛岡で理容店を営んでいた長男の勝利さんと住むため盛岡に家を建てました。しかし震災の2年後、勝利さんが心不全で急死。さらにその2年後、仙台に住む次女の里子さんをがんで失います。震災、そして我が子2人の相次ぐ死。ただ中澤さんが心を閉ざすことはありませんでした。盛岡で仕事を探しまた働くことにしたのです。子供たちの分働こうと思ってね、道半ばで行ったから、仕事好きだったからね。だから私も仕事好きだし、いろんな方との出会いを楽しみながら。現在は盛岡市内の飲食店でシニア採用を受け、仕出し弁当の調理補助をしています。涙は流しません。もやっぱり生きなきゃな、自分で生きなきゃならない。震災から8年余りの時間で、立場は避難者から盛岡に暮らす一人の住民へ、居場所や生き方を自ら求め見つけ、困難を乗り越えていかなければなりません。月命日の今日、盛岡で開かれたシンポジウム、被災者のコミュニティ作りとその支援について講演やパネルディスカッションが行われました。内陸に来た方というのは、まず最初の一歩ですね、最初にこう内陸の方々とこう関係を築いていくという、その一歩を踏み出すのが非常に大変。内陸に避難してきた被災者が一住民として地域の中に溶け込んでいくと
という、そういう長期的な視点から支援に頼らない自立した地域の一員となっていくための伴走の支援というのが必要なんですけれども、今年3月、ふるさとを離れ盛岡で生活する被災者が記した手記が出版されました。中澤さんも寄稿しました。本当に津波のそういう辛い思いした人たちの見てないでもう背を向けて逃げたものですから、胸に残る記憶と無力感、教訓を形にして後世に残せる式に思いを託しました。残せるものがあってよかったんじゃないかなと思ってね、文章になればやっぱりいいですもんね。今月、中澤さんたち式を寄稿した内陸への避難者が災害や福祉などに関わるボランティア団体のイベントで震災の語り部としてあの日の出来事を話しました。私は本当 の, あのメインストリートを走りました。後ろを見ながら走りました。で、学校の校庭に上がって下を見下ろしたらもう車から何から出て、津波ってこんな全然そういうの見てなかったんで分からなかったんですけど、忘れてはいけない体験だったと思います。こうみんなでこういった感じでこうお茶を飲みながらこうお話しし合うっていう場をなんかこう作っていって、そこに自分も参加できたらなと思います。真剣に聞いていただけたんで、なんかためになれたらいいかなと思いましたね。とにかく外に出ることですよね。一歩出たら誰かに会えるか、戸を閉めてたら誰にも会えないからね。生きることは出会うこと。一歩を踏み出し得た出会いが中澤さんの盛岡での心の復興を支えています。